山田武彦ヘアメイクをやらせていただいてます。僕もともと器用じゃなかったんですよ。で、まあ、美容師を始めてて少し不器用だったんで、どうしても自分を追い詰められる場所、天まで線まで求められる場所に自分を置いてみようと思って、一番自分の苦手な、場所に入っていった。まあ、今の自分があるのは全て石渡清という世界でも有名なヘアデザイナーで、二十歳の時に東京に行ったんですけども、そこから5年間ずっとカバン持ちをやらせていただいてたことが今の自分のそのベースに全てなってて、綺麗とか可愛いとか美しいとか女性に対する美のこだわりとか全てのものを吸収させていただいたんじゃないのかなと思ってます。朝6時から朝トレをやり、夜11時から夜トレをやり、やっぱりそのハングリー精神っていうんですかね、ここまでやってる以上中途半端じゃ終われないよなっていう気持ちがあったので、やっぱりそういう時にすごいこう刺激を受けたのと、コンテストに出れば1位を取るのが当たり前っていうお店だったんですよ。その時は、東京大会で2位になるのが精一杯だったんですけど、夜中まで先輩も先生もずっとこう付きっきりで教えていただけるような環境の中に入れたことが、幸せに思いますよ。第一線で活躍されているクリエイティブの方たちと本当にいろんな現場に立たせていただいて、本当に妥協がない、隙のないところまで詰めていった時に出来上がったものっていうのは、自分だけの喜びではなく、制作ともに一緒にやった人たちと喜べる、自分の作ったものが出来上がった時にすごいものができたっていう喜びっていうのはあまりないんですよ、正直なところ。監督が求めてたもの、クライアントが求めてたものがちゃんと形として表されて、その現場だけの結果じゃなくて、それによって企業が潤っていく、企業が成長していくっていうところに参加できる、仕事として絶対やらなきゃいけないことは、作ったものに対して必ず結果を出して幸せになってもらう。もともと人が持ってる綺麗さを引き出すとか、その人の気づいてないことを気づかせてあげるとか、初めて味わう世界に導いていってあげるような、ヘアメイクの仕事ができれば、僕にとっては一番ズバリ幸せにできた。作った人、関わった人、全ての人にこう幸せを与えられるような作品が作れればいいのかなっていうのが、一番ですね。僕の中の理解でクリエイティブっていうのは、質感であったり上質であったりとかっていう部分、よりこう研ぎ澄まされたもの、何でも原点に帰っていくときに研ぎ澄まされていくと、やっぱり元は自然からもらっていることが多い、雲の形であったりとか琵琶湖の波の形であったりとか平山系の山の形であったりとかっていう、柔らかさってなんか可愛かったような、綺麗だったような、あったかかったようなっていう感性豊かな土地だと思うんですね。滋賀が与えてくれる、琵琶湖が与えてくれる、比叡山が与えてくれるものっていうのは、クリエイトしていく人たちが行き詰まった時に最後にやっぱり助けてくれる、原点になるものがあるのかなとは思います。片田港っていう港があるんですけど、いつもやっぱりその小さい時から今も含めて何かだったらやっぱりその琵琶湖を見に行ってるっていうのが一番好きな場所。今もう自分がある程度の年齢になってきて穏やかなんですよ。でその穏やかな空気と琵琶湖の持ってる空気を照らし合わすっていうかな、呼吸をしに行く、全てこう自分のマイナス思考に持ってるものとかを、無償で吸収してくれるんですよね。ナチュラルラインっていうのかな、自分が平均でいれるかなっていう場所を確かめに行く、生きていくために必要な場所ですね。衣食住があっていろんなものをコーディネートしてあげたい、琵琶湖のこういう際でこういうバーベキューをしてこんなことっていろんなパターンがあると思うんですけど、建築の人はこういうことをやりましょう、僕はこういうことをやりましょう、でみんなでそういうライフスタイルコーディネートができたら愛してもらえるから、滋賀県を愛してもらって、滋賀県に住み続けていただいて、みんなで、ハッピーに生活ができたらいいのかなと。